はい、どうも、こんにちは、クレイです。プロスペースやっていきましょう。というわけで、今回はこちら。はい、というわけで、本日の3時ですね。日曜日ながら、お知らせの更新がございまして、こちらでございます。はい、明日ですね、11月6日の月曜日、15時から16時59分まで、メンテナンスがね、実施されるというお知らせが来ましたと。で、今回のメンテナンスは、待ちに待ったこちらでございます。はい、実施内容、スカウト契約書、活躍報酬等からの2017シリーズ1選手の排出を停止しますということで、ついにね、シリーズ1の選手が排出停止となるお知らせがやってまいりました。はい。まあね、ずっとですね、こちら、はい、ミキサーの日数的に、これが終わるときにシリーズ1排出停止になるんじゃないかと。というお話をずっと僕は動画の中でしてきましたが、予想ドンピシャで当たりましたね。まあこの予想ももちろんその去年がそうだったっていうところとか、まあ、ミキサーが終わるタイミングイコール大体排出停止もしくはまあ何かしらの理由がある時と、ある程度の要素がある中でのまあその予想ではあったんですけれども、まあ今回ねそのしっかりねそのミキサーに合わせて排出停止になりますというお知らせがやってまいりました。で、まあシリーズ1の選手ですね、改めてちょっと名鑑の方で見ていきますと、まあ、各球団ですね、もうシリーズ1でしか手に入らないであろう選手たちもたくさんいると思うんですよね。はい。まあ、例えばですが、もうこれに関しては止まっちゃってますが、シリーズ1谷本選手とかは本当にね、シリーズ1でしか出なかったですし、まあ、あとメンドーサ選手もそうか。とか、まあ、2ちゃんはかなり多かったのかな。で、あとは、まあ、ソフトバンクとかで見ていってもそうですね。まあ、スアレス選手とかは出ないでしょうね、おそらく。で、まあ、五十嵐選手とかもちょっと微妙なラインなのかなっていう感じはしますし、まあ、本田選手も微妙なラインかとか、まあ、ちょっと微妙なラインっていうような選手がちょっと多い。まあそんな感じで各球団ちょっと見ていくと時間が長くなっちゃうのであれなんですけれども、まあ、シリーズ1で出ていたけどシリーズ2では出ないであろうという選手ももちろんいますので、純正の方はね、これの動画で話していることが全てではないんですけれども、まあ、皆さんね、今まで僕の動画でもいろいろ言ってきていましたが、 S 契約書および S ランク10チーム契約書、まだあと貯めてる人だったら S ランクパーセンテージ系 30% とか 10% とかっていうところも貯めている方が多いんじゃないかなというふうに思うんですけれども、僕もですねしっかり S ランクパーセンテージ契約書から、10チームの S ランク契約書からいろいろ貯めて、この更新をね待っていましたというところなんですけれども、まあこの引き時ですよね。この引き時なんですけれども、シリーズ2、今現状何ポジション出たのかな ?S ランクだけで、ですね、7ポジションかな ?7 ポジション、7選手出たと思うんですけれども、まあこの自チーム S ランク契約書とかを持ってると、よりさらに悩んでいくのかなという感じはしますね。まあ、今現状欲しい選手が出ているのかとか、契約書で欲しいポジションが出ているのかですね、まあ、普通のランダムの S ランク契約書だったらやっぱりそのポジションの部分とかっていうところを重視していった方がいいのかなと思うんですけれども、まあ、例えばピッチャーが欲しいんであれば今正直引くべきではないかなと思ったりとかね、まあ、そういうところを思うところはまあたくさんあるんですが、まあそうですね、まあ、一番は明日の追加で何が来るかかなというふうに個人的には睨んでますが、まあ、本当に最近ちょっとね更新が読めないなというのが正直なところで、まあ、正直この先週ですねワールドスターが来たタイミングで OB が来るもんだとはっきり思ってましたし、まあ、もちろんワールドスターの可能性もあるなとは思ってはいましたが、正直そちらのパーセンテージの方が低いと思ってましたし、で月末にランキングが来ないっていう月もなかなかね今までなかった中でのこのパターンなので、まあ、ここであえて持ってくるのか、それともまあ、最強決定戦の前にランキング OB ともになしでそのまま最強決定戦、純正の最強決定戦に行く流れになるのか、まあ、おそらくそういう形であれば明日ポジションの追加、まあ、野手だと思うんでセンターかセカンドかっていうあたりが出てくるのかなというふうに踏んでますが、うん、まあそうですね、本当に予想が難しいなというのが正直なところなんですけれども、まあ、この契約書絡みですね、契約書絡みで2017シリーズ1の選手がどうしても欲しいという方であれば、まあ、今回すことをお勧めしますし、あとミキサーですね、ミキサーもあと23時間となりましたので、そちら引くことをお勧めしますが、まあ、基本的にはやっぱりね明日まで待つというのが本当に賢いかなというふうに思います。契約書のね、まあ、期限もギリギリっていう方もいたと思うので、まあ、その中でねシリーズ2の完全移行っていうのが決まりましたんで、まあ、非常に大きなお知らせがね、来たんじゃないかなということで、今回ちょっと短い動画ではありますが、一本ね動画の方で喋らせていただきましたという形でございます。まあ個人的な願望も含めますと、明日からのイベントは OB でターニングポイントが来てほしいなというふうには思っていますが、
果たしてどうなるでしょうかというところでございます。まあいろいろ契約書等々含めましてね、シリーズ2完全移行したタイミングどこかで、まあ、引く動画をね撮れればいいなと思ってますので、そちらも楽しみにしていただければと思います。皆さんの明日の更新の予想もねぜひ教えていただければ嬉しいです。これからもプロスペースの動画の放送楽しみで考えてくれということで、グッドボタンチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ちょっとこれ順番がどうなってるか分かりませんが、本日多分プロスペースの動画3本上がる予定ですので、ぜひともね全部見ていただければと思います。それではまた次回のプロスペースの動画生放送でお会いいたしましょう。さよなら。